マクシミリアン・フォン・モンジュラ、モンジュラ伯爵、マクシミリアン・ヨーゼフ、マクシミリアン・ヨーゼフ・グラフ・フォン・マンゲラ、1759年9月12日から1836年6月14日は、バイエルン王国の成立前後に活躍した、官僚、政治家、貴族である。マクシミリアンの父・ヤーヌスは、サボア出身の軍人で、バイエルンで選定校。 マクシミリアン三世ヨーゼフに仕えた。母、マリー・アウールズラは、バイエルン貴族の出身で先定公費、マリア,アンナの助官務めた。マクシミリアンは若い頃に、ストラスブールで生活、勉学をしており、その経験から、フランスの文化や、啓蒙主義を身につけることになる。1777年、モンジュラは18歳になる前に、ミュンヘンで、官僚試験に合格。 バイエルンの官僚の一員になった。いくつかの官僚組織を渡り歩くうちに、彼は、ヒロアキガンと呼ばれる、啓蒙主義の秘密結社に化する。1776年に、インゴルシュタット大学教授ヴァイスハウプトによって、フリーメイソンを模倣して作られたこの組織は、啓蒙主義に基づき社会の改革を目指しており、ハルデンベルクなども所属していた。1777年には、 マクシミリアン三世ヨーゼフに代わって、プファルツ選定校であったカールテオドールが、バイエルン選定行位も継承した。これに対して、新生ローマ皇帝ヨーゼフ二世は、バイエルンと南ネーデルラントの交換を提案し、カールテオドールもこれに応じようとすると、ヒロアキ団はこれを強力に支援し始めた。ヨーゼフがオーストリアで推進していた、啓蒙主義的改革を、 バイエルンでも行えると考えたからである。しかし、バイエルン継承戦争の原因となったこの提案は、先定校を除く多くの人々から批判されていた。反対する団員らによって、広明団は、その存在を暴露され、政府からは社会に害を及ぼすとして活動が禁止されてしまう。モンジュラも団員であることが明かされ、出世の望みを断たれたが、友人の紹介から、 プファルツイッコールツバイブリュックカール・ウグスト、選定行為継承権者筆頭であり、また先の提案の強力な反対者の一人でもあった、の顧問官として雇われることになった。そこでモンジュラらは、外務官僚として働き、周囲からの信頼を集めるようになる。1795年に、カール・アウグストが死去し、弟マクシミリアン・ヨーゼフが、公爵になると、モンジュラよりも、 地位の高い官僚らがフランスとの交渉などで席を開けた間にマクシミリアン・ヨーゼフに助言を求められるようになっていた。マクシミリアン・ヨーゼフもフランスの文化や啓蒙主義に触れてきた人物でモンジュラと意気投合し将来の政治についても相談を重ねるようになる。その中で1796年にモンジュラがこの同年代の主君に提出したのがアンスバッハオボエガキである。 シュタインのナッサウ覚え書き、ハルデンベルクのリガ覚え書きに先立つこと10年、アンスバッハ覚え書きは将来バイエルンが実施すべき、改革について大まかなことを述べていた。啓蒙主義的な立場から近代国家の建設を目指し、そのためにフランス式の章を政府に導入し、官僚制の改革、特権身分の財政的特権の廃止、課税公平化、 旧来の国内関税と行政区の廃止、教会と教育の統制などが示された。これは後に、モンジュラが、バイエルン選定公国内務大臣、バイエルン、王国内務大臣兼外務大臣兼法務大臣となってから、本格的に実施されることになる。1799年、マクシミリアン・ヨーゼフは、カールテオドールを継いで、バイエルン選定公に即位したが、 外交的には非常に危うい状況だった。西からは革命フランスが自由主義を広め自国を守るために、東からはオーストリアが防波堤として利用するためにバイエルにへ手を伸ばしていた。先定校はとりあえずはフランスと手を組むことで妥協した。このような中でモンジュラはやつぎばに改革を断行する。彼には シュタインやハルデンベルクが突き当たったような強力な抵抗勢力、ユンカーや保守派官僚、政治家がいなかった。いたとしても、絶対君主たるマクシミリアン・ヨーゼフの全幅の信頼を与えられたモンジュラには改革を押し通すことができた。とはいえ、当初その改革は低調なものだった。未だ神聖ローマ帝国が存在していたからである。帝国の諸制度、 初期間は庶民分の特権を守り、維持することで帝国を存続させようとしており、いかに両方の絶対君主といえども、庶民分の特権にまで手を出すことは難しかった。1803年に、帝国代表社会議主要決議の世俗化と陪審化により、プロテスタント地域を併合したことに対する宗教的な改革が主な改革だった。しかし、1806年に、 ライン同盟結成と共に帝国が崩壊すると、それまで改革を阻んでいた帝国の諸制度は消え去った。バイエルンは王国となり、マクシミリアン・ヨーゼフは、バイエルン王をマクシミアン一世として即位した。モンジュラは10年前に、アンスバッハ覚書きに示した内容を実現すべく、精力的に活動した。1808年にはドイツ最初の憲法である、バイエルン王国憲法を制定した。 これは完全な禁定憲法で、法の前での自由、農民解放の実施、議会の開催などが謳われ、国王と官僚に国権のすべてが集中する制度が整えられた。また、これらの改革を行うために、モンジュラ自身が内省だけでなく、外省、法省を兼任し、一時期には目を通すべき書類が日に数千に上ることさえもあった。しかし、 モンジュラのこうした徹底した改革と彼一人に集中する権力は多くの保守的な人々からの反発を呼んだ。軍最高司令官のカール・フィリップ・フォン・ブレーデやルートビヒオ大使後のバイエルン国をルートビヒ一世。ラノ保守派はマクシミリアンに働きかけ、1817年2月にモンジュラを辞任させるに至った。モンジュラは辞任後、任にある間に得た領地の経営に専念した。 改革は、モンジュラの後を継いだ、革新派官僚と保守派との妥協の結果、1818 18年憲法として、完成された。諸制度と官僚絶対主義の政府は、ルートビヒ二世や夫を一世の地下でも揺るぐことはな、1918年に、バイエルン王国が、革命によって、倒れるまで続く。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。